じゃあなります。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、通信部1年間クリスマスって一番のイベントじゃないかなという気がするんですね。まあ、その大事な、ね、イベントの時にうちのケーキを選んでいただくために普段どういうことをやってるか、もしくは普段からねしっかりお客さんにアピールできてるかっていう通信簿的な意味合いがあるんじゃないかと僕は思ってて、クリスマスがうまくやれなかったらこれが俺たちの1年の答えだなと思ってもう一回作り直しないといけないなと思ってますし、うちのスタッフにも言ってるのはクリスマスにそれぞれ課題を持てと、で去年より自分が成長してるかしてないか、クリスマスに答えが出るなと、この3日間ぐらいが本当にその自分の実力の集大成が出ると思うんです。近づくと怖いなと思うんですよ。でもクリスマスやってる時はね、まあみんな結構楽しそうに、ケーキでも限らずだと思うんですけど、忙しいでお客さんがいっぱい来てくれるは僕は結構楽しいと思うんですよね。それを長くいる子たちはもう分かってます。うちは専科学生さんが多いですね。基本製造販売もやってもらいますし、モチベーションがね違いますよ、ね、やっぱりパティシエになろうと思ってる人たちなんで、バイトっていうお金を稼ぐっていうよりは自分が就職した時の、ね、イメージ、うちでやれたらね多分大体の店でやれると思いますよ。うちは結構無茶やるんで、もっとね楽に感じる、そういうためにも今学生のうちにちょっと苦労してた方がいいよっていう話を素直に聞いてる人たちがうちで働いてると思う。
僕は若い頃本当にバカだったんで、若き天才って言われたいなって思ってますね。だから先輩たちが帰った後残ってやってたり、もしくは朝早く行って、人が見てる前でする努力は天才じゃないなって思ってたんで、そういうバカなことやってましたが、おかげでね、飴もチョコももう本当自己流で感覚で全部覚えてるから、おかげでその分今やっぱり早くできますし、若き天才とは呼ばれなかったけど、30代の頃お菓子のワールドカップの日本決勝とかまで行かせてもらって、そこで日本代表になる手前ぐらいまでは行って、自分が日本の中でどのぐらいの位置にいるかっていう確認もできたし、僕はやっぱそういうのを目指してた時期があるんでね。分のやつだけ向き間違えようにして、手袋がなんかないらしく、サイドの中に1個向けて、左が違う、クリスマス、
今日何時までするんですか。多分12時、1時ぐらいに。そこがスムーズにいくかどうか、人数が限られてるけど、早く上がったらいいかね。それが1個来るともう今日チカチカになってます。その辺でなんか溶けたり崩れたり。
3時ぐらいまでにしましょうか。はい、シェフスペシャリテっていうのは当日まで何か分かりませんなんていうすごいエゴの塊みたいな企画のね商品あるんですが、おかげさまで今それが一番人気になってきたんですね。その代わり本当に仕込みから仕上げまで僕がやりますと、僕が自分自身にプレッシャーをかけてるっていうか、毎年材料もいいの使うんですよ。いい材料を使ってなるべく見栄えも味もっていうとこをクオリティを下げずにと思ってたら、だん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 毎年ねハードルが上がっててもネタが切れそうなんですが、まあそういうイメージでうちの店自分でね作ってきたっていうのもあるんですが、なんかお客さんにやっと伝わってきてる感がありますので、あとはこれを裏切らないようにね毎年僕自身もうちのスタッフも店としてねサービスも含めて何かしらレベルアップしていかないといつか飽きられちゃうんじゃないかとかね、そういう怖さとかはいつも思ってやってます。美味しいものまだみんなが知らないものを、うん、こういうとこで使うっていうのも僕の使命かなと勝手に思ってるんですけど、ね、お父さんは一回買いたんですか？一回買いました。プロ入りで髪とか取りますか？仮眠とか。仮眠はここで時々寝てます。まだね、今日はそこまでないですよ。明日からですね。明日はこう、よしお疲れって感じじゃないですか。まだまだだみたいな。ケーキ屋ってだいたい準備の仕事なんで、ね、その僕は元料理人やから。料理人のあのね、テンション、今だっていう短期集中のあれも分かるんですけど、普通ケーキ屋さんって大体準備さえバッチリやっとけばこんなバタバタしなくていい仕事なんですよ。けど僕はなんかこう、さえあるぜ、うわーっていうの好きなんで、僕今までクリスマスもバレンタインもホワイトデーも何にもないっていうの1回ずつぐらいありますよ。何にもなくなった。で売るものがない。売るものがないです。表に何もないです。ケーキもない。チョコレートもない。ちっちゃいこう焼き菓子とかも全部全部売り切れたんですよ。びっくりしました。これが思うようにうまく機能しないんですよ、うん、これ自分で作ったんですか？自分で作ったんですよ。さっき40度まで上げてるんで28度まで落とすんですけど、今日一日割といいペースかなと思ってたんですが、いろいろハプニングがあったみたいで、自分が考えたケーキが仕上げるのが思いのほか時間かかってるんです。あいつがリーダーじゃないですか、一日ね。そのリーダーが止まって違うことをしだしたら流れが止まるんですよ。それをする間あの指示ができないから2時間ぐらいずつじゃないですか。本当は12時半、1時前に帰りたかったはずですけど、まあ勉強です。今僕はあんまりいろいろ言わないんで、やばい時、本当にもうまずいなとか大ピンチになったら出ます。疲れ。それまでは彼ら若い衆にここ何年かね自由にやらしてるんですけど、明日次第ですね。明日がちゃんと今日目標を取り戻せれば大丈夫です。僕はこうやって普段もそうですけど、ね、
夜中に僕の仕事っていうか、みんなの迷惑かけんっていうか、場所を使わないように、気を使わせないように、なるべく夜中にやったりするのは、そういうことなんですね。で、朝来たらなんかすごいのできとうっつったら、ちょっとかっこいいじゃないですか。ただそれが時々最近ね、ポトって寝ちゃったり、あ、しもたっていう日もあるのが怖い気分で、もう今日はさすがにね、寝とったとは言えませんけどね、難しいですね、人を育てるって。うん、親子じゃないですか。そうですね。その辺ってなんか、いやでも息子だからっていう分け隔てはあんまりないと思います。うん、彼の方が難しいんじゃないですか。師匠であり親父であり、で敬語使うでしょあいつ。使いますね。敬語使えなんて言ったこと一回もないですけど、敬語とかね。あ、そうなんですか。はい、使いますし、家じゃ敬語じゃないですよ。それ、そこら辺はあいつ上手だなと思いますね。あ、家じゃ普通。家で普通にできるんですよ。お父さん。はい。だから器用っていうか。そうですね。そういう風に指導してきたとかじゃなくて。本人がもう自分で、まあ、妹も学生の時うちで手伝ったりしてたんですけど、はい、妹もそうです。あれは多分兄ちゃんを見てるからでしょうね。うん、店では僕のことをシェフって言いますし、うん、敬語ですけど、家帰ったらどうぞーっつって言いますもんね。もう普通の家庭。そうですね。だからなんかこいつらは器用だなって僕は思います。ただ嫌でしょうね。僕が親父じゃなければクソったれがってもっと思うところを親父だからしゃあないなって思ってるとこがあるんじゃないかなっていう気がします。例えば僕がこうね寝かぶったりしてても親父は年やけんななんて思われてるかもしれませんしね。これが普通の血がつながらない他人だったらチキショーらにやらせて寝てからよって思うかもしれないじゃないですか。その辺多少違うのかもしれないですけど、お父さん疲れとるかなっていう、そうですね、気持ち少し働けようとかねでも逆もあるでしょ。逆もやけんちょっとっていう気持ちは持たないよ。なんていうかな、やっぱ最初の頃、最初まだ全然何もできない頃、はい、かわいそうやなとは思いましたね。うん、なんかまあ嫁さんが大反対でしたからね。うん、嫁さんはパティシエになるの大反対でした。パティシエには並んでってそんなに俺の仕事ダメに見えるって思ってましたけどでも最近ある程度息子できるようになってきたじゃないですか。はい、そうするとよその会社に就職してたら、例えば嫌な上司がいたりしたら、うん、って考えたらうちでよかったんかなと。しかもなんかケーキ作れるようになったよねっていう、当たり前よと、うん、誰が教えようと思ってんのっつってあいつはですね、そのまあバイトでも入ってたんですね。でその時大学行ってて留年しやがったんですよ。はい、よく考えたらもう本当放任主義なもんで、勉強しようの見たことないなと思って家で、うん、でもなんか飲んでばっかり、コンパとか遊んでばっかりで、しかもあいつ東福岡から推薦もらって行ってるから受験もしてないですね。うん、それなのにそんな留年ってダメじゃねえと思って、あ、このまま社会に出したらいかんなこいつをと思って、もう一回鍛えないかんと思って、僕手を挙げたぶりしたことないんですけど、ちょっと甘やかしすぎたかなってふと思ったんで、とにかく働く大変さだけを教えようと思って、アルバイトをとにかくしっかりやれと言って3つか4つ掛け持ちさせたんですよ。で一つは電話の交換し、テレアポ営業、それと、まあ、もともと働いたのくら寿司っていう寿司屋さんと、うん、それとインターネットカフェ、はい、それとうちっていう4つ掛け持ちさせて、月30万ぐらい稼いでたんじゃないですか一時期は。でどうやっつったら、どれも大変ですって。で順番で言うたら、インターネットカフェ、テレフォンアポインター、くら寿司の順番で辞めてって、最後うちだけ残ったんですよ。で、まあ、うち辞めんとやって言ったら、うんっていうけん、でも学校まずどうするやと、もう留年 してでも行くのか、行く価値があるのかと、それとももうやめて違う道行くならもうここでやめてもいいんじゃねっていう話をして、本当は僕は途中で投げ出すのね嫌なタイプなんですけど、あいつを見よって3年間勉強しようの見たことないし、大学に行く意味がないならやめていいんじゃないっつって、
それでどうするって言ったら、うちで社員になり、なりますって言い出したから、うん、と思って、一番ない可能性のとこだったんですけど、彼がそう言うので、そうかと。じゃあ、社員はちょっとバイトとはわけが違うぞという話をしたんですけど、やりますということで、それで社員になったっていう。社員になるって言った時が、一番まだ人が、うちも人いないから、ひょっとしたらそれもあって、辞めきらんやったのかもしれないです。僕が苦労してるのを見て、俺まで辞めたらっていうようなとこはちょっとあったかもしれないですね。僕はなんか、突っ張ってるから、もう別に辞めてもいいっつみたいな言ってましたけど、まあ、正直ちょっと助かるなとは思いましたけど、かわいそうにこいつ息子やなかったら逃げ取ろうやろうになと思いながら、ただその一番きつかった時をね、なんとか超えましたんでね、そこは良かったかな。孫生まれて息子にお前頑張らないかんねって言いながら、息子が給料上がるために俺が頑張らないかんねってなんかこうちょっと予定が少し狂いましたけど、うん、まあこれはこれで、うん、ありなのかなとも思ってますけどね、うん、僕の世代でね、後継ぎがいないでもう店辞める人も結構多いんで、みんなはいいねって言ってくれますけど、いい面と悪い面とありますね、うん、嫁さんが最初言ってたみたいに、この業界ね結構今からこうブラックじゃないですか、うん、中までやって給与めちゃくちゃいいわけもないし、でね、世の中で果たしてうまくやっていけるのかわかんないですけど、とかいい形でねバトンを渡せるとこまではもうちょっと頑張らないかくなってしまいました。それで今ね、はい、最初に言った40度28度30度というところになりました。若い頃は例えば意地悪な先輩も多かったですから、先輩がいる時やりたくなかったんで、先輩が来る前か帰った後か、先輩が8時ぐらいに来るじゃないですか、それまでにちょっとやりたいことやるとか、あとは5時6時にはみんな帰っちゃうでしょ、そこから一回タイムカードをして一緒に出て戻るとかやってましたね。別に苦じゃないんで大変ですねなんて言われるけど、全然大変と思ったことないです。そういう勝負、やっぱ努力せんでね、すごい人なんてやっぱりいないと思うね。あまりうまくいかなかったので今日頑張ってますけど、自分でこうやったらできんじゃないかなってやって、で最初うまくいかなくて、何回も何回もやってるうちにだんだんコツをつかんできて、うん、結構失敗が多いですよ。何回も何回も失敗して、こうでもねあでもねでやめたとかね、ずっとやってある日ポッとできるようになったりする時もあるしね、何でもそうじゃないですか、うん。
いっぱい取れるけど半分ぐらいしか使えないんですよ。美味しいですね。美味しいですね。美味しい。僕が作りましたか。スポンジはこれ割としっかりしてるんですけど、ちゃんとアールグレーの香りがして、でメインはオレンジを引き立てる。なんかすごいこれオレンジ、オレンジ。ノコボーイっていうちょっと特別のオレンジ。スプーンもある、スプーンもある。ちょっとアールグレーってもともとオレンジっぽい香りがしょう。まあ、合うのは単純に単純にちょっとだけ風船くれて揚げしたらこういうのはもう作ってない、もうちょっととんがった味に分かれて、そういった子供も食べれる、じいちゃんばあちゃんの食いっぷりですか。さすがっすね。
ちゃいます。サンタと素敵なドアマンと。マカロン。アンビベできる状態になったら言うて。これ終わったらビッグショー。
岩田さん、数えてもいきますか。11、1だとちょっと。あと5枚、根っこにあるのは人に喜んでもらうのが好き、そのために自分が自分を削れるっていう人じゃないかなと。これ多分
プロってみんなそうじゃないかなと思うんですね。なんで僕はその野球選手でもサッカー選手でもなくてただのパティシエですけど、考え方としては一緒で、お客さんエンターテイメントでもあると思ってるし、わーって言ってもらうのはプレーでもね、ケーキでも一緒かなと思ってやってます。そういう根っこにね、人のためにやれる人、自分がね睡眠時間削ったり体力ない時も歯食いしばってやったりできる人っていうのはやっぱりそういう思いがある人じゃないかなと思うんですよね。想像力があったり、このケーキが誰かを喜ばしてる、そこまでの思いがある人じゃないとやっぱパティシエって厳しいのかなと思いますね。やっぱり嬉しいのはお客さんがケーキを見てわーって言ってくれた時ですよね。ずっと食べた時美味しいって言ってくれて、もうこのこれはもう変わってないと思うんですよ、ね、その時のためにやってますし、年にねやっぱり一人か二人泣く人いるんですよ。感動してくれて、それはまあいろんなストーリー物語があって、例えばそのケーキを買ってくれた人が、あげた人に対するねいろんな思いだとか、そういうのもあってのことなんですけど、そこにお手伝いでね僕らが入ってるだけだと思うんですが、そのお手伝いがうまくいった時に、その場所に一緒に立ち会ったりお客さんとこうつながった瞬間ですね、で向こうも本当にありがとうございますと、僕らがありがとうございますなのにお客さんがありがとうって言ってくれる時はやっぱり嬉しいですよね。